もバタです。今日は今日は日曜日だもんでね、バタの日記をやっていきたいと思います。まあ今回は先週の出来事やさあちょっと やっておきたいことが、まあちょっとの言ってまあ語っておきたいもんでね、じゃあ行きます、行きます。ではどうぞ。先週の出来事はね、まあ月曜日はまああんま何もなかったからさ、まあいつも仕事やってさね、まあようやもうね、まあ少しは忙しいのは忙しいけどね火曜日がまあ火曜日も同じやなーと思いますけどね。次がね、水曜日はまあね、確か新カリオンのエヴァバージョンのやつをレビューをしました。まあレビューしたんだけども、まあちょっとね、新カリオンのレビュー、新カリオンのアニメは見ません。まあ破棄し言いましたけどもね、まああと木曜日はまああんま何もなかったなぁと思いますね。ね、確か木曜日ぐらいにクリスマスのさ、クリスマスプレゼントに僕がおすすめするおもちゃの紹介動画を出しました。まあちょっとさちょっと追加なんですがね、ちょっとこれももちょっと紹介してなかったけどもさ、やっぱこれもさ男の子向けではこれもいいと思う。デラックス豪華布団、まあ、まだレビューしてないけども、これもクリスマスプレゼントにおすすめしますね。まああとは女の子向けはないなぁと思いますけどね。よし、これでね、ね、いいな。いや、あと土曜日はね、まあね、動画作りもしなかったもんでね、金曜日もね、そうだな。ただ家のさお手伝いのね、僕は天理教だもんでさ、天理教の神さんのところの大掃除をしました。ね、まあ、ちょっとさ、火曜日に、12日にやるお祭りがあってさ、それが終わったもんで、もう掃除をしました。あ、なんか落ちた。まあ、段ボールがなんか落ちたけどね。あと、コロコロコミックも、月刊コロコロコミックも、もう買ってきてさ、ね、まあ、あとプッチ組。まあ、これ、プリパラやリカちゃんと、ミラクルチューンズ目当てで、買ってきたものでさ、まあね、
本来ならば、1日に買うけども、ね、プッチ組はね、うん。1日に発、いや、間違えた。1日に発売するんだけども、まあ、でも僕は、あえてコロコロコミックと一緒に買っています。まあ、プッチ君にもともとは、15日発売なんですからね、うん。あと、ね、コロコロ兄貴も、もう買ってきました。もんでね、うん。まあ、ね、昔、前コロコロ読んどったもんでね、まあね、そのことでね、これは大人向けのコロコロでもあってさ、コロコロ卒業生に送る大人のコロコロなもんでね、まあ、大人の人でも楽しめる、コロコロも、を買っていますね、うん。あとね、これも、アイドルタイムプリパラの公式ファンブック、シーズン5も買ってきました。ね、うん。あ、そうそう。あとさ、こういう本も買ってきた。これ、バク転シュートベイブレードライジングの本も買ってきました。なんか兄貴限定ゴールドドライガースラッシュがプレゼントなんですけれども、僕通常からのドライガースラッシュのバース版持っとるもんでね、僕はこれは、いいと思います。別にいらんわ、と思いますけどね、うん。まあね、僕は、一個あれば十分いいと思います。まあ、カラーが違ってもね、違うのも、いらないな、と思います。まあ、一個で十分ですね。まあ、これが、先週の出来事です。ね、うん、あ、スターウォーズ、見たかったな。あ、これがさ、僕が今のところ買う、うん、本でもありますね。うん、まあ、僕が買う本は、まずは、1日は、テレビくんとチアホーを買います。ね、毎月はね、うん、1日でさ、まあ僕が買うならば、まあもちろん、うん、これもそうだけどもさ、まあ僕もともとヒーローが好きだもんでね、ね、これも買うもんでね、うん。まあ、ね、シンカリオンはいいわ。ドライブヘッドとトランスフォーマーや、今のところはね、うん。ポケモン目当てで、ね、買うときもありますからね、うん。そして、チャホも、買っています。まあ、ちょっとさ、先週の土曜日発売したプリプリちーちゃんや、いやさ、プリパーとかが目当てだもんでね、チャホを買っていますけどね、うん、まあこんな30のおっさんがチャホなんて買ってるって気持ち悪い。まあそういうこと言う人もおるな。やっぱ、ね、うん。まあ、そういう人も来る、言う人もおるけどもさ、まあ僕、まあでも僕はそんなことは気にしません。まあ僕の好きなものですからね。うん、まあいいけどな。そして、15日、ね、うん、コロコロコミックの発売日でもあってさ、1月号もう買っています。まあ僕目当てで言うと、前だったら妖怪ウォッチとかさ、まあ、ね、妖怪ウォッチ目当てで、買った
ったんです。買っているんですが、買っていましたんだけども、僕は今んところは、ベイブレードバーストや、まあ、デュエマーとかさ、パスカル先生とかが、目当てで、今んところ買っています。まあ、そうだね、ポケモンとか、スナックワールドも、そうだけどもね、うん、まあ、これも買っているんだけども。そして、まあ、本来、1日発売なんですけども、ぶっち組は、コロコロと一緒に合わせて、買っています。まあ、ちょっとさ、ぶっち組がさ、1日に発売してさ、さ、まあ、元々は、15日発売だったけども、もう、確か11月に、なんと、12月号が、なんと1日に変更になっちゃったからもんでね。ね、まあ、もともと発売日の15日に、買ってさ、まあ、ちょっとコロコロだけじゃちょっと、とさ、寂しいなと思うもんでね、プッチ組は、コロコロと合わせて一緒に買っています。ね、うん。あとさ、季節発売でね、コロコロ兄貴も、もう、買っていて、ね。まあ、これもそうだな。コロコロ兄貴も買ってさ、うん。まあ、ファンブックとかも、少々買っていますね。うん。まあ、これが僕が、読む本な、いや、読む本と、買う本ですね。うん。まあ、俺の、歳では、まあ、小学館ではビッグコミックスとかさ、少年サンデーが、読む人が、多いなと思いますけどね。うん。まあ、僕はあえて、これを買っています。まあ、ね。まあ、コロコロとかさ、チャオとかさ、まあ、好きだもんでね。いや、違うな。まあ、ベイブレードバーストや、プリパーとかさ、が、好きだもんでね、買っていますからね。まあ、というわけで、今日のバトン日記はいかがだったでしょうか。ちょっとさ、僕ね、今日なんですが、前の会社のさ、飲み会が、あるもんでね、そこに行かなきゃいかんもんでね、ちょっと早く、ね、ちょっと、終わりにしようと思います。まあね、もう忘年会の12月になると、忘年会の季節とかさ、クリスマスの季節だもんでね、なんかさ、楽しみがあるなぁと思います。もんでね、まあね、一応楽しみにしてくださいね。もしよければ、チャンネル登録や、高評価、コメントなどお願いします。コメントには、まあ、こういう本買っていますよとか、あとね、こんな日でした。この日はこんな日でした。でもいいので、ぜひ書いてください。まあ、チャンネル登録すれば、新しい僕の新しい動画が、いち早く、いち早く、見れますもんでね、ぜひ登録してください。ちょっと滑舌悪いけども申し訳ない。すいませんけどね。あと、皆さんね、ガングレビューアーに聞きたいけども、もう、親戚の子供たちにね、お年玉とかさ、やっていますか？まあ、おもちゃ買うのもいいけども、ちょっとお年玉とかさ、やっている？
まあね、来年の1月はお正月が来るもんでね、まあそういう人にね、言うんですけども、親戚の子供たちに、お年玉とかはやっているか。まあ、ガングレビューアーの人でもさ、そうだけども。まあ、ね、ちょっとさ、子供たちに、やるお年玉のお金は、ちゃんと、取っといてくださいね。うん、あと、ね、年賀状、もう済ました。済ましたかな？年賀状がまだまだな人は、まあすぐ書かなきゃいけないのもいい、そうだしさ。まあだけどあえてゆっくり書いてもいいと思います。ね、うん。まあ、それぐらい、最後の話はそれぐらいにします。以上で、12月の17日のバタの日記を終わります。そんじゃあ次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。